千葉県の線状況中線調査地域、旧市です。はい、で市長、旧市長連盟のお要望書をお願いしておきました。やっぱり地元で、はい、住民からの要望が強かったわけですね。これ早く久しぶりに、市民の声を踏まえて、要望書を提出した、旧市長連盟で、はい、それぞれの市がすでに要望を2月とかに出されているところもあるかと思うんですけど、はい、今日は旧市一緒にっていうのは初めてなんですか？はい、この法律に関しては初めてです。今回の子ども被災者支援法について、はいはい、我々としてもですね、校長さんの考えっていうのを少しこう、はい、教えていただきたかったっていう点と、我々としていろんな市民の方からご要望をいただいているので、そのお声を旧市まとまって届けに参ったっていうような、そんな趣旨です。旧市で同じように、意見が一致したということです。考え方、同じ思いで提出させていただいています。